そうそうそう、このアイコンですぐ分かりました。あ、もうすぐに来ていただいてありがとうございます。それでは2022年8月2日、あ、ダジャレンジャー様ありがとうございます、こんばんは。もう一回、2022年8月2日火曜日20時になりましたので、ハンドメイド教室のいろは、今更聞けないことも話しちゃおうというテーマで、ライブ配信しております。今日で6回目です。毎週火曜日と金曜日20時から、このハンドメイド教室のいろはは続けていこうと思っています。2022年です。もうね、皆さんが、あ、こんばんは、猫のあせ、あの猫のさしこさんとダジャレちゃった、すいませんね、もうね、なんだかわかんないけど2020年って言っちゃったのよ、許して。今日もダジャレンジャーさんが来てくださっていますので、ダジャレを言ってこの場を盛り上げてくださると思います。ちょっと話戻りまして、あのね、そう、この私はね、手織りの教室とアルメニアンレースという教室をやっております。あ、キルト鈴木さんから、手術から11日、退院から5日、あ、結構経ってるんですね。まあね、あの病院でも、病院はさ、ほらさ、なんて言っちゃって、ごめんなさいね、あの気温っていうの、室温がもう一定になってるじゃないですか。だから結構もうほら、そう、あの廊下出ても涼しいし、どこトイレ行っても涼しいけどね、どうです、鈴木さんのご自宅は、うちなんかはもう廊下出るとむわってくるから、なるべく私ね、今日、今はね、あの除湿器入れてるんですけど、なるべく入れないようにしてるんですよ。あの、熱中症にならないようにね、注意はしてるんですけれども、この廊下に出るためにほら寒暖差があると、それで体調おかしくなっちゃうんですよね、どっちかっていうとね。ね、あの手術されて、あの、よかったです、本当に。また素敵な投稿、作品投稿、鈴木、いや、キルト鈴木さん、楽しみにしてますね。あ、部屋から出ません。え、でもトイレ。トイレは行くでしょ。トイレ。あ、そう、ごめんなさいね、ダジャレンジャーさん、ハードル高くして、懐は鈴木すぎます。涼しすぎます。そう、そうよね。本当、あの、いろんなもの値上がりしちゃってね。本当、電気代も上がるしね、ガスも上がっちゃうし、ガソリンも上がっちゃうし、でもちょっと今まで使いすぎてたのかなとも思うんですよ、私。ね。ということで、トイレ行きます。一応行きますね。そうでしょ。だから、あの、寒暖差にね、気をつけてくださいね。トイレ行くと、もわっとしちゃうじゃない、トイレ閉め。特にほら。個室だし、トイレの窓開けててもね、ちょっともわっとするので、寒暖差に気をつけてくださいね。キルト鈴木さん、作品投稿楽しみにしてます。ということで、こう、話が全然進まなくなっちゃってるんですけれども、今日のテーマ、なんだっけ？あ、見学者さんのこと、ちゃんとキャッチしていますかっていうことを、その、ね、キャッチの方法の仕方をお話ししようと思います。これね、ワークショップとか見学に来られたということはですよ。ね。その、毎月やってる定期的な教室に行こうかな、どうしようかなって迷ってるわけじゃないですか。来てくださった方々はね。で、一番大切なことは何かと言いますと、いいですか？あのね。自分で教えているこの教室の教えていることに対して、自分が一番のファンであるってことです。つまりどういうことかっていうと、自信を持つってことです。自分のやってる教えていることに。え？ってね、思う方もいらっしゃるかもしれません。でもね、あの、自信がないものを教えられてもねっていうのもちょっとあったりするじゃないですか。本当に自信のあるもの、本当にいいなって思うものってやっぱり勧められるでしょ、人に対して。ね、それと同じことで、自分のやってることに対して、自分が一番のファンである。これ本当にね、大切なことだと私は思っています。だけど、そこまで私は思えない。
だんだん女優になってきましたけど、いかがですかとかね、あのそういうふうにね、あのおっしゃる方もいらっしゃると思うんですね。でね、そう、例えばそれってね、ちょっと前はよく日本人はこのプレゼントか何か差し上げるときにね、つまらないものですがっていうふうに、こんな笑顔で言わないね、きっとね、つまらないものですがっていうね、まあ、いわゆる謙遜っていうことをするのが美徳というふうに言われてましたよね。まあ、まあ、多少は謙遜は大切なんだけど、私ね、割とね、それしない人なんですよ。うちの妹が、お姉ちゃんはね、外国人みたいなのよっていうふうに言うんですけれども、確かにそうなのかなとも思うんですけれども、どうでしょうね。自分で私プレゼントするときにね、とってもいいものなのよこれってね、ちょっと言っちゃいがちと性格ではあるんですね。だからね、そういう性格であるから、自分の教えてることもこう自信を持ってね、でも楽しいでしょみたいな風にこう押し出しが強く言えちゃうのかもしれないんですけれども、やっぱり自分のやってることにまずは自信を持ちましょうね。そうじゃないとさ、やっぱりなんとなくわかるのよね、見学しに来る方っていうのも、なんか勧められるのかな、勧められたらどうしよう、みたいなね。でも自信を持ってね、スパンって言われちゃった方が、なんとなくちょっと気持ちいいんじゃないって思ったりはするわけですよ。でね、そうそう、そう、これね、今日またちょっとなんか前後しちゃいましたけども、この教室、ハンドメイド教室のイロハというのは、まあ私のね、手織り教室とかの長い経験、ね、その経験、長く続けていくためにどうしたらいいか。継続していくためにどうしたらいいかっていうことを中心にお伝えしています。あと外部のね、お仕事のもらい方とか、やっぱり教室だけじゃちょっと足りない部分も出てくると思うので、外部のお仕事のもらい方とか、そういったこともお伝えしているので、ハンドメイドに限らずね、何かを続けたい、何か自分発信していきたいっていう方のヒントにもなればなと思って、ライブ配信しております。で、話元に戻りますが、ただね、そう、ただよ、こんな風に推しが強いばっかりじゃやっぱりダメだね。当たり前なんですけども、見学してくださった方とかが、なんでこの人こんな推し強いの、ちょっとやだってなりがちだと思うんですね。あ、とこさんこんばんは、ありがとうございます。って思いがちなんですよ。だからここで大切なこと2つ目ですよ。私は見学に来た方とか体験ねに来た方には、どうしてここに来たんですかっていうことをお聞きします。まず見学に来たら、他の教室とか見学されましたかとか、まあ体験された方だったら、他に何か作ってるんですか、やっぱりハンドメイド好きなんですかとかっていう、積極的にね、お話しかけるようにしています。そうするとですね、あ、けいこさんありがとうございます。けいこたちさん、初めてかな、あ、でも違う、あ、ちょっとごめんなさい。ちょっと記憶になくて、フォローしていたらごめんなさい。今ね、ちょっとね、お話し、なんだっけな、ね、見学者さんのことをキャッチしていますかってことをね、ちょっとお話ししております。そう、来てくださった方もね、なんでここに来てくださったのかとか、他にどんなハンドメイドやってるんですかとかっていうことをお聞きしています。そうしますとですね、だんだんですね、私は実は他の教室も見学に行ったんですよねとか、実はね、他の刺繍とかなんとかっていうのやってるんですよとか、いろいろね、相手が自分の情報をね、言ってくれるんですよ。ね、
そうすると、あ、そうなんですかとかって言って、こう、あ、もっと、もっと、もっといろんなね、ことを聞いていきます。で、ここでね、なんでこんな風にするかっていうと、まず、あ、聞きやすい、質問しやすい先生だなっていうね、別にわざとやってるわけじゃないですよ。っていうような印象を与えるっていうことも大切だと思うんですね。で、あと、そうやって、何々、本当はね、こういうの作りたいんですとか、こういうことをしたいんですって思ってるっていうことまでね、お話ししてくださったら、あ、この教室ではこういうことをやってますよとか、いうところまでね、突っ込んでお話ができるんですよ。こういうカリキュラムをしているので、ここでこういうことができますよっていうようなこともお話がこう進めていける。その見学者さんがやっぱりね、こういうもの作りたい、ああいうもの作りたいっていう、こう夢があると思うんですね。その夢をちゃんと私の教室でこういう形で、あ、この部分であなたのやりたいことをサポートできますよっていうことをちゃんとこう提示してあげる、それってねちょっと大切なんじゃないかなと思うんですね。そうすると来てくださった方も、あ、そっか、できるのかとかね、いうふうに思ったりするわけですよ。で、私の場合、割とね、手織りの場合は体験っていうのはしないんですね。っていうのは、あ、大野由美子さん、ありがとうございます。こんばんは。初めてかな、ごめんなさい。ちょっと把握してなくて、よろしくお願いします。私のね、手織り教室は、皆さんね、ご自身で手織りの織り機を持ってきてもらうんですよ。あ、こんばんは。ありがとうございます。もしね、何か質問あったら、コメントしちゃってくださいね。お答えできる範囲で、お答えしていきますので。で、そういうこともあって、体験、私、その織り機実は持ってないんですよ。なので、まず完璧に見学っていう形ではね、お受けしてるんですね。あ、ありがとうございます。ハート、ハートいただいて。でね、だから教室をやってる中で見学者さんが来るわけですよ。でも変な話、見学者さんはお金払ってるわけじゃないじゃないですか。だからなるべく、まあ、大体のことを説明したあとね、受講してる生徒さんに丸投げしちゃうの。え、だって、ね、変な話、受講してくださる生徒さんの方がお金払ってるわけですからね。なるべく生徒さんのこうアドバイスもしながらで、見学者さんもサポートするみたいな感じに、お話しするみたいな感じなんですけれども、生徒さん中心にして、他の、生徒さんに質問しちゃっていいですよっていう感じで、見学者さんをね、他の生徒さんにこう、なんていうの、丸投げしちゃうんですよ。そうするとですね、別にね、生徒さんを教育してるわけじゃないんですよ。なんだけど、生徒さんも、いいこと言ってくれちゃうのよ。別にそういうふうに押し付けてるわけじゃないんですよ。押し付けてるわけじゃないんだけど、生徒さんがね、こういうことができますよとか、こういうふうにできますよって生の声をね言ってくださるんですよね。心こもった編み物とかけて私と解く。ダジャレンジャーさんから今ですね、アイアンさん、分かりましたでしょうか。今心こもった編み物とかけて私と解く、アイアムアムがアムと編み物のアムとかけてみます。まあまあでもダジャレンジャーさんすごいですよね。あ、キルト鈴木さんも拍手くださいましたよ。ダジャレンジャーさん。ダジャレって頭の回転良くないと浮かばないんですよね。ね。私全然浮かばないんですよ。頭硬いんですよ。割と。まあ、真面目っちゃ。あ、大野由美子さんからも1,2,3,4,5。5つ拍手もらいましたよ。すごいです。ベータでしたというふうにタジアレンジャーさんおっしゃってますが、ガオムさん、ありがとうございます。こんばんは。今ですね、ダジアレンジャーさんが
ダジャレを言ってましてね、それに対して皆さんから拍手をいただいたところであります。あ、フレイロー優さん、ありがとうございます。こんばんは。あ、ということですね、話がごっちゃごちゃしておりますが、そう、ダジャレはね、頭の回転よくないとダメですよね。でね、そうやって見学者さん来ちゃったら、もちろんある程度のことをお話ししたら、あとは受講してる先生、生徒さんにね、丸投げしちゃって、質問していいですよっていうふうにね、言っちゃうんですよ。そうすると、私が何かこう宣伝めいた、アピールめいたことを言うよりも、生徒さん自身から言えるし、生徒さんにだったら質問できるっていうこともあると思うんですね。だから、そういうこともするとね、割といいです。急に話が私の評価に。はい。そうです。それで何話してたか忘れちゃいました。だじゃないです。そう。で、そういうふうにしておくとね、いいと思います。そしてですね、あとね、見学に来られる前段階として、まあ、ブログでもいいですし、まあ、ホームページでもいいんですけれども、きちんとお決まり事として、受講料はいついつ何回分払ってもらいますとか、材料費に関してはこうしていますとか、そういう お休みに関してはこうしていますとか、そういったね、お教室に関することのお決まり事っていうのを私はちゃんと決めてるんですね。それを、まあ、手織り教室なら手織り教室に、詳しく受講料に関してはこっちっていうふうにして、こうね、リンク飛ばして、ちゃんと写真とかそういうね、ことは貼らないで、もう文章だけのことをね、ちょっと大きめの字で、読むの嫌になっちゃうからね、大きめの字で書いて提示しています。そういうことをちゃんと提示しておくと、変な話、やっぱり見学者さんに来る、体験をしに来るっていう方は、やっぱりね、そういうところもちゃんとチェックしてらっしゃるんですよね。私、必ず聞きます。何でどうやってここ探しましたか、検索しましたか、こういうお決まり事、受講料のことを聞いて、ご覧になりましたかっていうこともお話しします。そうしますとですね、大体もそこでどういったものかっていうのが、その受講してくださる方に、もうイメージが出来上がってるし、お金の条件はこうなんだな、お休みに関してはこういう条件だなっていうことが、直接、私が宣伝めいたことを言わなくても、もうそこで、ほぼほぼクリアしちゃってるんですね。そこでなんかもうね、なんかこうでさあですって説明するのはちょっとやっぱりなんかアピールっていう感じですごく嫌じゃないですか。だからそれもね、とっても大切なことだと思います。まあできればね、ホームページね、1枚作って、そこに受講料とかお休みはこういうことで、私がお休みした時にはカウントしませんけれどもとか、なんかそういうね、振り返りできますよとか、そういったお決まり事をきちんと提示しておく。今はね、ネットでね。そういうふうにしておくと、来た時にハードルが、そんないっぱい説明しなくてもいいっていう感じになります。で、最後の一押しも、これで終わりますみたいな感じで、あーってなっちゃうと、やっぱりね、ちゃんと本当こう、本講義、本受講してほしいじゃないですか。その時にちゃんと、そこまでのことがクリアして、自分のやってることにね、自信が持てると、どうですか、ちょっとやってみませんかって自然にこういやらしくなく言えるんじゃないかなと思うんですね。私はね、割とそれでほとんどの方は本受講してくださいます。ただ二人で来てる方ってほぼほぼダメです。なんででしょうかね。多分一人で決められない方なんですよ。で、大体がやりたいけどどうしようっていう方と一緒に来てって誘うでしょう。誘う方は全然興味ない方なんですよ。なので誘う方が、誘われた人ちょっとね、見学、いや、ちょっと考えてみますって言って、多分お茶飲むのよね。そうすると、まあ大体、本当はね、やりたいという気持ちがあるんだけど、
もう一人の方がちょっと遠いからやめた方がいいんじゃないとか、なんなんなんって なるんでしょうね。だいたい二人で来た方はね、今までねほとんどダメでした、ね、受講してくださらないね。なんかねすごい不思議ですね。ただ一人で来られる方ってやっぱり一人でジャッジして、一人でその教室に入って新しいお友達をちゃんと作ることができる感じがしますね。もちろんあれですよ、またねちょっと違う時に言いますけども、教室の雰囲気は私先生が作ると思うので、教室の雰囲気が悪くなったら長く続かないです。これ教室運営のためにすごい大切なことだと私は思ってます。教室の雰囲気を良くすること、たった一人で来られた方も仲間外れにしないように声をかけていくことっていうこと大切ですね。あ、そう、見学者さんにもそういう気使ってます。私見学者さんに対して仲間外れ感にならないように、例えばね、その時に、まあ、5人生徒さんいらっしゃったと思います、いらっしゃったとしますよね。1人の方が、あ、2人ぐらいね、新しい完成作品でできたとしたら、見学者さんもちゃんと呼んで、その仲間に入らせてあげて、これはなんとか折りっていうやつなんですよって言って、おー、できました、できました、ほら、見学者さんのなんとかさんも来てくださいって言って、ちゃんとその輪の中に入れて、その場を楽しくさせてあげる。そうするいうことも、ね、私はね、しています。あ、第一バースデーさん。はじめまして、ありがとうございます。そう、そんな風にね、気を使う、私はね、見学者さんにも、その教室の雰囲気を味わってもらうという意味で、楽しい雰囲気を味わってもらうようにしています。そしてね、ワークショップの場合、ワークショップの場合ってね、ちょっと難しいですよね。だいたいワークショップって2人、3人、4人、5人って、ちょっと人数いることになりますよね。あと、例えば、なんとかのイベント会場でのワークショップとか、体験講習みたいなのだと、割と私、まあ、アルメニアンレース教室っていうのをやってるんですけれども、それはもう体験型のワークショップなんですね。だから教室やってるところに来てくださる感じなんですよ。そうすると大体一人の方がいらっしゃる、いつでもいいですよっていう形をとってるので、そういった方はね大体入ってくださるんですけれども、何人かでやるっていうのはちょっとハードル高いですね。なので、そういった場合はですね、その前にワークショップ開く前に、皆さん LINE の教室を始めるんだったら、やっぱりね、公式の LINE アカウントを取得した方がいいんじゃないかなと思います。月会月破壊費っていうか、年会費そんなに高くないですから、それを払って、LINE の公式、ね、アカウントされるといいと思います。そこに必ず、そこで例えばね、500円割引クーポン差し上げますよとかっていうふうにして、そこで、入ってもらう、で後々連絡を取れるような形を取っておくとか。ただね、まあブロックされちゃうと、もうそれで終わりになっちゃうんですよね。なので、まあ一応そこに入ってもらった後に、できればワークショップしている時に違うアプローチでちゃんとできるようにしておくというか、ちょっと、例えばお茶会やるんですよ、来ませんか、連絡できます、できるところないですかとかね、連絡メールアドレスいただけますかとかね、何かもう一つアクションをこちらから起こして、そうそう、インスタグラムでもいいですよね。インスタグラムのそのアカウントフォローしてください。必ずね、フォローしたらフォローバックするので、コメントくださいねって必ず言って、その日か2、3日後経ったらね、まあでも知ってくれない方もいらっしゃるのよね、コメントね。その辺はちょっと難しいんですけれども、まあ、インスタグラムのね、チラシ作っといて、その、いうなんだっけ、QR コード貼り付けておいて、これでね、すぐね、フォローしていただければ、私もフォローバックしますからっていう一言を添えるとか、そういったね、前準備がちょっとね、何人かの大きな人数のワークショップでやる場合は、ちょっと必要なんじゃないかななんてことは思います。そうしないとね、ちょっと1対1で、1対1っていうのは、1人の方がいらっしゃった時のアプローチの方法と、何人かの場合っていうのはちょっと違ってきますよね。そんな感じがします。
ということです。5分前ぐらいになりましたけれども、何かコメント、質問ありましたらね、メッセージしていただければと思います。ハンドメイド教室のいろはということで、今日はですね、ワークショップや見学者さんが来た時にキャッチしてますかということで、お話ししました。3つポイントがありましたよね。一番大切なことは、今まとめてます。一番大切なことは、まず、自分の教えてる教室、その教室の一番のファンが自分になるってことです。なんでかっていうと、自信がありますよね。そう。自信があるものは、おすすめしやすくなるわけです。だから、本当に私だったらこういう、そう、自信がない人っていう方は、じゃあ自信が出るような、進められるような、カリキュラムどうしようかなとか。例えばね、例えばよ、ここで思いついちゃった。例えばよ、例えば、5、6年経ってね、開発して、やはり先生タイプです。ありがとうございます。5、6年ね、かけてね、作ったすっごい、なんていうの、新しい技術の作品がね、それを教えることができるようになったと思ったらね、5、6年かかって開発した作品なんです。それをお教えします。言えませんね。やっぱりそういうふうにカリキュラムとかね、いろんなことに関わってくるとは思うんですけれども、自分のやってることに一番ファンである、一番自信を持つ、そうすると進みやすくなります。見学者さん来た時、これが一番。そして2番目はなんだっけ2番目はそう、見学者さんが来た時に、相手のがね、相手の見学者さんがどうして来たんですか、他の、見学、教室見学行かれたんですか、何か他に作ってるものあるんですかっていうふうにして、その方が何で来たのか、何を目的としてこの教室に来たのかっていうことをお聞きするようにしたらいいと思います。そうすると、その方のやりたい夢と、あ、じゃあこういうふうにしてできますよっていうふうに、私の教室のこの方との接点をこう探っていけるっていうか、提示してあげられるんですね。こういうことができて、こういうことをやるので、あなたの夢、こういうものを作りたいっていうのがお手伝いできますよっていうことが言える。そして3つ目。すごい3つ目。3つ目。その前にですね、もちろん今もネット社会ですから、ネット社会ですから、タジャレンジャーさんからコメントきました。伝えるときの心構えとかけて、避けることができない自然現象と解く自信があります。これは素晴らしい。ダジャレンジャーさんの頭の回転の凄さには本当に素晴らしいと思います。でも本当、自信っていうのはほら、日本じゃどうしてもなんていうの、それがこう良くない方に取られるみたいですけれども、そうじゃないと、そうじゃないのが本当の自信だと思うんですよね。誇りっていうか、ね、だからってご利用しをしちゃいけないですね。ご利用しをしないためにも、見学者さんが何を求めてこの見学、この教室来てくれるかっていうことをちゃんとお聞きする。そして、ネット社会ですから、ちゃんと自分の教室のこういうことやってますよっていうことと同時に、受講料のこと、お休みに関してのこととか、支払いに関してとか、材料費のこと、そういったことをきちんと、お決まりごとですね、なんかキャンセルポリシーみたいなことですね。私はキャンセルポリシーとして、お決まりごとっていうふうに、ね、書いてるんですけど、そういったものをちゃんと、ね、サイトに提示しておく。必ずね、もうほとんどの方はそういったことを見てくださいます。そうすると、こっちがあえて説明しなくても済みます。ま、とはいえね、私ちゃんとそれをプリントして、来た方にはそれをお渡ししています。そういったことをですね、されると、見学に来てくださったことを、方とかを、証拠にちょっとキャッチしていけるんじゃないかなと思っております。ということで、ちょうど30分です。素晴らしい。だんだん私、慣れてきました。30分で。まあね、皆さんがこうやってですね、コメントをくださるので、
それをちょっとキャッチしながらですね、30分でうまく、まあもちろんメモしてるんですよ、当たり前なんですけどね、メモ見ながらですけどね、こうやって時々30分で収められるようになってまいりました。ということで、毎週火曜日と金曜日、ハンドメイド教室のいいと、今更聞けないことも話しちゃおうということでお話ししておりますが、ハンドメイド以外の長く続けるか、長く、継続してお客様に来てもらうためにはといったここマインドの部分ですとか方法なんかもお話ししていますので、ハンドメイド以外の方にもお役に立ったら嬉しいです。ということで、このそう、火曜日と木曜日にやってます、20時からで、明日明後日は4日の木曜日20時から。4日はですね、超事務的なこと、お金の出入りの管理の仕方です。いわゆるね、納品伝票とか請求書とかね、いろいろありますよね。そういったものの出入りの管理方法、どうしたらいいのっていうことをですね、お話ししようと思っています。それでは今日もありがとうございました。終わりにします。キルト鈴木さん、ありがとうございました。この動画がですね言えてないし、この動画はね、今日の真夜中になりましたらアーカイブの方に映しちゃいますので、ちょっとね見れない感じになります。今、ハンドメイド教室いろはの1回目2回目3回目がですね、本投稿、フィードの方にアップしております。で、そのうち、ダダレンジャーさん、ありがとうございます。そのうちですね、4、5、6をですね、ちょっとね、前半部分とかいろんな部分、前半部分をね、カットして、アップして、4、5、6をアップしたら、1、2、3は YouTube の方に上げちゃいますので、よろしければ YouTube の方も見ていただければと思います。大野由美子さん、ありがとうございました。キラキラ、ありがとうございます。もしね、大野さん何やってらっしゃるのかな、ちょっとごめんなさい、把握してなくて、もしこんなこと聞きたいっていうのね、ありましたらダイレクトメールでも構いませんのでしてください。なんだって20年前のことなんて、私もなんか何だったっけなっていう感じでやっているので、よろしくお願いします。それでは失礼します。終わりにします。おやすみなさい。